化ケそば、初台案小諸そばは株式会社三つ和が東京都を中心に展開している立ち食いそば、うどんチェーン店である。1953年11月に東京都中央区で食品小売店として設立。その後、スーパーや給食事業、製麺事業など展開し、1974年に東京、京橋で立ち食いそば、小諸そば一号店を開店する。 2016年9月現在84店舗を展開しているが、そのうち64店舗が東京都内の港区、千代田区、中央区に集中している。この3区では狭い範囲に複数店舗は駅近くの立地が多いが、東武鉄道の駅構内やホーム上に店舗を構え、いわゆる駅そばとして営業する店舗もある。基本は立ち食いの形態だが、多くの店舗で、 腰掛け可能な簡易椅子のあるテーブルも用意されている。上野広港時店や新宿一丁目店のように、全席着席の店舗も存在する。営業日、営業時間は店舗によって異なるが、深夜、早朝は営業していない。また会社員を客層のターゲットにして、オフィス街に立地する店舗も多いため、日曜日やお盆、年末年始などが休みもしくは短縮営業の店舗も多い。 かけ系統のメニューの場合少量の青菜とかまぼこがついてくる形で、せ露系では一切つかない。ネギはカウンターに置いてある容器に入っており、客が好きな分量だけ自分で入れる方式をとっている。カウンターに置いてある薬味は一般的な七味唐辛子の他に、前述のネギ、自社製造のゆず七味、せ露系メニュー向けのわさび、さらに梅漬けがある。蕎麦湯は、せ露系には、 漏れなくつける店とカウンターにポットを設置してセルフサービスにしている店と店舗によって対応が異なる。そばの場合、木そばを茹で上げている。つゆも店舗ごとで独自に調整している。温かいうどんを注文するとつゆは関西風になる。トッピングの天ぷらは店内で揚げている。商品のテイクアウトも可能。また自宅で調理できるように調理のそば。 つゆのセット商品の販売も取り扱っている。特に年末には年越しそば用としてポスターが掲示される。名称には追い分け蕎初代案などという異なった名称も見られる。ありがとうございます。